モントルー条約、モントルー条約、モントルー条約、モントルー、フッツ、コンベンションカンサーナントルレイジムデスデトロイッツ、A、コンベンションギガーディングザレジームオブザストレーツは、1936年に、スイスのモントルーで調印された、トルコ領内のボスポラス海峡、マルマラ海、ダーダネルス海峡の通行制度を定めた条約である。航空母艦、並びに8インチ、 2 0 3センチメートル以上の後継の艦砲を搭載する主力艦は通過できないものとされた。しかし1960年、米海軍が後継3 0 5センチメートルのアスロック対戦ミサイルを搭載させた軍艦を通過させこれに対しソ連側が抗議したとき、トルコ政府は新たにミサイルの後継については制約がないものとする解釈を提示した。 また同時に通過する軍艦の排水量は総計で1万5000トン以下、席数は10席未満でなくてはならない。ただし、主力艦はこの限りではなく、空母8インチ以上の方装備艦は除く1席までなら、水量に制限はなく、随伴艦も2席まで認められた。ボスポラス海峡、マルマラ海、ダーダネルス海峡とその沿岸部は、海峡地帯と総称され、 その通行制度をどうするのかが19世紀以来長く国際問題となっていた。オスマン帝国は第一次世界大戦の講和条約であるセーブル条約で海峡地帯の主権を放棄させられ、海峡地帯は強い権限を持つ海峡委員会による国際管理下に置かれることとなった。その後オスマン帝国が倒れ、1923年の ローザンヌ条約では新たに成立したトルコ共和国の海峡地帯への主権が確認、回復された。しかし、海峡地帯は非武装とされ、また、セーブル条約での海峡委員会ほどの権限は持たなかったが、やはり海峡地帯を監視する組織としての海峡委員会も置かれた。1930年代に入ると、イタリアがエーゲ海のドデカネス諸島の軍備を増強したことが、 トルコの危機感を煽り、海峡地帯沿岸の再武装を要求するようになった。1936年4月、トルコは、ローザンヌ条約の締結国に対し条約改正を求める通告を行い、これを受けて1936年6月22日から7月20日にかけて、モントルーにおいて、海峡の新通行制度を定めるため国際会議が開かれた。こうして、 ローザンヌ条約で定められた通行制度を改定し、トルコの再武装要求を認めるモントルー条約が結ばれた。また、モントルー条約の締結と同時に、ローザンヌ条約の通行制度に関する部分は失効した。第二次世界大戦後の国際法の取り扱いでは、自然にできた海峡島を航行する艦船に対し、海峡に面する国は、 制限を加えることができないという概念が成立しており、かかる慣習は国連海洋法条約第3部に法典化されている。ボスポラス海峡等も同条約上の国際海峡に該当し、通過通行権の行使として、軍艦等も含めた自由航行ができてしかるべき、考えにいるが、トルコ政府は、ボスポラス海峡等は海洋法条約第35条により、 通過通行権の対象外となる旨主張して、一貫して、モントルー条約の緩和には、否定的な態度をとっている。これは、トルコにとっては一度喪失した主権を、長年の交渉で自国に、有利な形で取り戻したという経緯から、緩和することで、再び海峡地帯に他国が干渉してくることへの、警戒感があること。海峡が地政学上の要衝であり、東には、 海峡の出入り口付近に、米ソの艦艇が退治し、一触即発状態にあったこと。また、1980年代以降、タンカーなどの船舶の大型化と航行量が急増したことにより、海難事故が頻発、海峡の過密化が深刻な問題となっているからである。特に、冷戦終結後は、校舎が問題となっている。海峡に面した大都市イスタンブール近辺で、 海難事故に近するアンモニア流出事故が発生。風向きによっては、甚大な人的被害が発生してもおかしく、内大事故となった。このため、トルコ政府は、有害物質を積載した船舶の航行に非常に神経質となっており、時刻法により廃棄物等を乗せた船舶の航行を制限するなど、むしろ強化を図りたい意向を持っていると推測される。 本来海峡の空母通貨は認められていないが、ソ連空母バリアーグが中国へ開港される際には、中国側がトルコへの観光客増加を約束するという政治的折衝で妥協し、通貨を許可した。条約締結当初の締結国は、トルコソ連ルーマニアブルガリアといった国会沿岸の諸国のほか、イギリス、フランス、ギリシア、ユーゴスラビア、日本の合計9カ国であった。 ローザンヌ条約の締結国であったイタリアは条約の改定に否定的な態度をとっていたこともあり当初モントルー条約に参加していなかったが1938年になって加入した後にキプロスウクライナが承継により当事国となっている一見海峡地帯への直接的利害が少ないと思われる日本がモントルー条約に名を連ねているのは ローザンヌ条約による海峡委員会が設置された際、国際連盟の常任理事国として、日本も海峡委員会に委員を出したことと関係している。モントルー条約が結ばれた1936年には、日本はすでに国際連盟を脱退していたが、脱退後も引き続き海峡委員会のメンバーであったため、モントルー条約にも締結国として名を連ねることとなった。 ただし、日本は、モントルー条約中の国際連盟規約に関する、条項に関しは留保した上で批准している。その後サンフランシスコ平和条約の発行に伴い、日本は、本条約上の一切の権利及び利益を放棄することとなった、同条約8条。定約国以外に属する船舶についても、実態上は、モントルー条約の規定の範囲内で通行が認められている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。